はい、どうもショーキビです。本日は、ベースマン大宮店に来ております。今回は両平がねグローブの方を紹介したんでスパイクとか小物系を紹介していきたいと思います。それでは行きます、はい、まずですけども、まず来ましたトレッシュ、トレッシュコーナーなんですけど見てみてここはイボイボがでこっちやっぱね黒金ってやっぱ映えるんでこれはほらイボイボですよ、うん、汚れないし、はい、汚れてもね目立たないんでい、はい、いいと思います。これやっぱ気になるんですよこれこの色がねこのカラフルなのが気になっちゃうっていうニューバランス、はい、ニューバランスですね、うん、ね、あのアップシューズあります。で行きましてどんどん右行きます。右行きまして、はい、スパイクコーナーです。はい、樹脂や金具さまざまな、メーカーのがあります。でこちらも行くとなんかサッカーシューズっぽい感じのカラーでね、これサッカーシューズだったら面白いですね実際に。で右行くと少し流行りの白スパがねずらーっとあります。まあ紐もあれば下行くとこっちのマジックテープの方のもありますんで高校野球、少年野球、中学野球とかで草野球もうどの層でも買いに行けるそんな、ベースマン大宮です。はい、はい、できました。こちらセール品、公式クラブのセール品です。はい、で水野グローバルエリートの公式用が1万5000円となってます。結構日が経ってるのかな多分ね。でも最初5万600円ですから、それが1万5000円ということで、まあ、正直言ったらちょっと飛躍したぐらいですからね。そうです、ちょっとこう肩ついてるっていうか、あ、みんな触っちゃってって感じか。みんな触ってて肩がついてしまってるのかもしれない。なんだこれは、プロマーク、プロマークっていう、ちょっと俺初めてなんですけど、色合いもかっこいいしね、いいな。でこれなんていう、これ極保極み取り12,320円だ。はい、いきます。待って、ほら流行りのスタンスがありますね。そうですね、これは洋平さんも使ってますよ。しかも私服で大量に持ってるんで、これすごいね。行くとまあちょっとしたね手入れ用品があります。はい、でその隣行きますとバッティング手袋コーナーが、はい、こっち、しかも大特価品です。はい、値段が下がった感じで S サイズが多いですね。小中学生、高校生のちっちゃい子、女子野球の子などはいいんじゃないでしょうか。はい、でこういう高校の辺ちょっと気になるんですけど、これ野球ギアですね、完全な。もう大井くんが好きな野球ギア、はい、でこの辺のとかボールを磨いてボールをきれいにする。手でこう、ソフトボールもあるんですね。あるある、手でこう手で落とすより、こういう機械を、機械っていうかこのこういうのを使って落とした方が綺麗になりますよっていうところで、でこの辺はまあ守備とかやるときにボールがこうなんてあちこち行くから反射神経もしっかりと身につくといった感じで、まあいろいろあるんですよね、本当にいろいろあります。はい、ちょっとこれ見てほしいんですけど、これこの辺徳さんやってました。あの少年野球とかリトルリーグなんかはボールがさ、まあ、子供なんでボールが胸当たって心肺停止しちゃう場合がある、そういう事例があったみたいで、で僕あのリトルリーグとか結構取材行くじゃないですか。確かリトルリーグの時もつけてましたよね。つけなきゃダメです多分、うん、確か。でまあこういう感じの大きめのやつつけてました。これあんま見ないですね。あんま見ないんで、なんかチームでどっかで注文して買ってるイメージが強いです。それもありますね。店ではこうやって売ってないところが多いですね。はい、まあ小物系のリストバンド、やっぱさ今さリストバンドとアームカバーとかってやっぱ流行ってるじゃないですか。みんないろんな個性的なあの柄のメーカーのやつをたくさんつけてると思うんですけど、ベースマンさんの特にね、特にベースマンさんのリストバンドはこれおすすめです。長い、長く汗拭きやすいんでね、まあ、来年からしかも連盟色が単色じゃないとダメになりますからね。おー、ありますね。リザーブこの辺おすすめですね、本当に。そうですね、はい、
やっぱ野球といえばね、おしゃれ、おしゃれといえばバッティングセット。まあ僕も買いましたよ、バッテこの間で、バッテって最近ほんとさ、デザインがもうかっこいいのが多いじゃないですか、特に、うん、はい。で、やっぱアディダスのさ、最近出ました、これありますね、さすがですよ。このアディダスのこのさ、この柄の柄っていうんですか、マークの縁側っていうか後ろ側っていうか、その白いところがもう柄になってますよね。でね、あのインスタかなんか見たんですけど、とある草野球人はこの2種類全部両方とも買ってました。そっからちょっと下行くとちょっと安めな、はい、感じの手袋も売ってます、はい。なんでいいやつ買うならこっち、ちょっと安めのやつでもアディダスがいいっつって、こっち、こっちなんか両平が持ってますよね。はい、両平が持ってるよね、これね。はい、でクリッチ持ってるよね、これね。そうですね、はい。でも人気の柄ですよ、この柄は。多分アンダーシャツ結構売ってますよね。アンダーシャツだったりアームカバーだったり、うん、T シャツとかかな、うん、今年のもありますよね。これです、これです、このアンダーアーマー、これもこの柄で、ここね、おな、こんな感じあるんですよ。半袖もあります。いいね。では草野球人とか、はい、社会人はこっちで、学生だったりしてね、こちら、はい、白黒でたくさんのメーカーありますんで、気になった、ね、メーカーをね、使ってみていかがでしょうか。これ箱に入ってますよ、フランクリン箱に入ってます。特にやっぱこのオレンジの方がかっこよくないですか。オレンジかっこいいですよね。エヴァンゲリオン、こっちもこっちもこっちもいいね。はい、非常におしゃれなバッティング手袋ありますんで、ぜひとも気になった方はぜひとも購入してみていかがでしょうか。で、まあ、最後にね、あの体を大きくしたい方、体をケアしたい方はこういった商品とか、はい、つけるのもありかなと。セラバンドとかインナーとかね、着たりで下行くとリメイクさん あのボディリカバリーとかね、はい、DNS さんもありますんで、はい、さまざまな商品豊富にありますので、ぜひとも大宮店来てみてはいかがでしょうか。それでは本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、よろしくお願いします。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、デサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです、はい、デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい。でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに最後やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人いくか分かんない、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。
Glorious light, 中途半端逃げ道を